皆さんこんにちは。デッドライジングデラックスリマスターディレクターの村井です。前回のディレクターエッグレポート、誠に多くの人に見ていただいて本当にありがとうございます。ちょっと前回参加いただいた森本プロデューサーがリアクションがちょっと薄いっていうところで、ちょっと今回新鮮に見ていただけるために特別ゲストをお呼びしてます。特別ゲストでお呼ばれされました。カプコン社員のまるちゃんと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まるちゃんなんですけども、デッドライジングのプレイ経験っていうのはありますかね？ごめんなさい、したことがなくて。デッドライジングもどういうイメージですかね？ゾンビがたくさん出てくる、ホラーゲーム。恐ろしい。恐ろしいです。なるほど。今回のプレイをまた貸していただくんですけども、初見の人ならではのリアクションというところをぜひ期待してますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあもう早速なんですけども、始めていきましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。どうぞ。今が2日目の11時ちょっと回ったぐらいですね。だいたい24時間ぐらいが始まってから経とうとしてる感じです。でちょっとこの何かを知ってそうな女性っていうのが、フランク見かけたので、それを今探そうとしているところですね。お好きな衣装を選んでいただいて、ちょっとそれでやってみようかなって思ってますね。こんないっぱい衣装あるんですか？カプコンキャラで馴染みがあるものとかってあったりしますかね？ではアシュリーですかね。そうですね。ちょっとひときわインパクトがでかいので、じゃあこれ行ってみましょうか。はい、はい、アシュリーです。怒られそうですね、アシュリーから。非常事態なんで仕方ないんです。いや仕方ないんです。ちょっとこういうことを気にしてる余裕ではないってことです。自由度高いですね。スケートボードには当然乗れます。すごい。めっちゃ楽しいですね。見てください、これ。オリンピック出れそうですよ。いやもうそうですね。金メダル取れるかもしれないですね。ショッピングカートといえば持つ。持つんですか？そして投げる。おちゃんと置いてね、後ろから持てば、ショッピングをこういう風に押してできるんで。ちょっとだいぶただならぬ。ちょっと言っといてくださいよ、事前に。事前に言っといてください。これゾンビなんで、まだね。Name it right, soldier! You can't tell me. Can you, fella? Oh yeah, I know why. It's because you're a mole! I'm right. Aren't I? You are nothing but a filthy animal! こういう極限状況で精神を病んでしまったり、理性がなくなってしまってる、サイコパスっていうボスキャラクターっていうんですかね、がこのゲームには結構特徴的でした、ね、で彼らはちょっともう倒すしかないっていう状況です。そうですね、やっぱりこういうゾンビパニックっていう状況の中で大切なものを失ったりして、でこういうふうに理性っていうのがなくなってしまっているっていう風なキャラクターも多いんで、単なるおかしくなってしまった人ってだけじゃなくて、ちょっとこういう風な考えかけられるようなキャラクターにも仕上がってますね。そしてそこしてる間にちょっとメインイベントの時間があと1時間ぐらいで、時間切れになっちゃいそうなんで、ちょっと急いで戻りましょうか。はい、じゃあ気を取り直して女性を探しに行きましょうか。物語変わりましたね。いや、こういうこともよくありますね。絶対入んないですあそこの枠に。どうも入ったみたいです。フランクさんサッカー少年なんで。そうなんですね。はい、こういう風に狙い定めて、おースーパーショットですね。
貸してません。いや、勝手に言いました。ちょっと喉乾いたんでね、おジュース作りましょうか。すごい、ミキサーで。あ、めっちゃ綺麗ですね。そうですね、やっぱり今回背景の表現とかっていうのもかなりアートの方でこだわって作ってまして。お、シャッターチャンスですね。何かが映ってるのは気にしないでください。なんかありませんかね。あ、聞けるんですか、もしかして。もちろん、シリといえば投げる。今手に入った本なんですけども、はい、ちょっと読んでみましょうか。ファイヤーワーク、うん、おお、投げたら爆発。本がですか。投げたら爆発。どんな本なんですか。なんか花火工作って書いてあるんで、なんか火薬でも仕込んでるんですかね。ちょっと場面変わりまして、はい、インフィニティモードっていうモードについてちょっとご紹介したいなと思ってます。さっきのモードがこの72時間生き残るっていうモードだったとすると、こっちはどれだけ長い時間生き残れるかっていう風なところに挑戦するモードになってますね。このモードではこの時間経過で体力が減っていきまして、なので何かを食べないと体力がゼロになって死んじゃう。まあ、ゾンビにも攻撃されるともちろん体力減ります。極力この体力減らさずに食料を集めて、でこれを食べて1日でも長く生き延びるっていうのをチャレンジしていくっていうのが大事になってきます。いいですね。ゲーム性が変わるので、はい、新しくでき、あ、そう、新鮮な気持ちでできますね。そうです。ゾンビの中にはダンボールみたいな、ダンボールをドロップする、ゾンビもいまして、でこの中には食料を持ってるやつもいます。なのでそうですね、はい、また出てきましたね。これまたはぐれですね。おかしいですね。こういうふうにアイテム手に入りますし、まあ、食料とかもたまにドロップしますん でこれが実はオリジナルにはない要素でした。今作ですとゾンビからたまにこういう風にアイテムドロップします。この立てこもるっていうプレイはもちろんサバイバルとしてやっていただくのもいいですし、まあ、これとは別に積極的にゾンビを倒して食料を集めるっていうプレイも取れるようになっていますね。生き延びようと思ったら何日でも生き延びれるんですか。そうですね、ただこの徐々にこの生き残る難度っていうのが高くなってきますんで、そうです、最後はやっぱり極限のサバイバルっていうのが体感できるようにはなってますね。オリジナル版でもインフィニティモードがこういう風にあったんですけども、結構このユーザーの皆様からめちゃめちゃシビアなモードっていう風なお声いただいてまして、7日生き残ろうとしたら。でこのゲーム、このオリジナルですとセーブができないんですよ。でセーブせずに14時間をプレイし続けないといけないっていう辛い部分があったんですけども、そこちょっと手入れてまして、本編でもあるんですけども、こういうセーブポイントとかで時間を進められる要素がありますね。まあ例えば食料が十分あって、まあ、しばらくやることがないといった時とかはこういうふうに時間進めていただいて、で14時間かからずとも達成できるようになってます。やりごたえはこのままなんですけども、よりカジュアルに楽しんでいただけるようになっているんじゃないかなと思います。はい、ということで、動画の方いかがだったでしょうか。どうでしたかね、このデッドライジングっていうのを初めて見て。もうぶっちゃけていいですか。どうぞ。めちゃくちゃ、はい、楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。これは良かったです。どういったところとかが、もうホラー、ゾンビ、もうそういったキーワードがつくもの大体苦手だったんですが、はい、それだけではなくて、まあ、実際にそのヒューマンドラマが描かれてたりだとか、はい、そのステージの中でもできることがたくさんあったり、自由度がすごく高くて、はい、怖さよりも楽しさが勝ってしまいました。
もうどん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 ストーリーを進めたいなというふうに思ってしまいました。ぜひそのゾンビが苦手だから、はい、ホラーが苦手だっていう方にも手に取っていただきたい作品になってるかなというふうに思いました。その通りだと思ってます。でホラーシリーグっていうのをずっとあのファンの皆様が支えてきていただいて、で今回あのそのファンの皆様とそしてあの新しくあのシリーグに振られる皆様にこうやってあのデラックスリマスターという形でお送りできることを本当に光栄に思ってます。発売日の方がですね、デジタル版が9月19日パッケージ版が11月の8日に予定となっております。現在絶賛予約受付中ですのでぜひ手に取ってみていただければと思います。では本日は本当にご視聴いただきありがとうございました。